ゃあ何作るの？ああ、人類が生み出した最強サイエンスサバイバルグッズ、宇宙食を作る。出たー、またなんか科学王国の石の世界にありえないクラフト。みんな大好き猫じゃらしラーメンをバトル用にパワーアップさせる。おお、しかし、なぜその宇宙ラーメンとやらが戦いに。熱々のラーメンを一斉に敵に投げつけるのだな。お父様、それは多分違います。科学のポカポカご飯で心も体もパワーアップできちゃうんだよ。宇宙食やべえ。司帝国への先制攻撃、最後のスーパーアイテム作りのスタートだ。そのラーメンを宇宙ラーメンにパワーアップするマシン作るぞ。でもこれってば、どういう仕組みなの？ラーメンを真空にする。って、ラーメンを真空に、どういうこと？ひん、そろろく、よし、ラーメンは完成したぞ。 あとはスープで熱々にするんだよ。ああ、その必要はね。凍らせてカチカチにすんぞ。こいつをアホほど軽くして舞台の機動力をぶち上げる。ラーメンを軽くする、まさか。ああ、俺らはカップラーメンを作る。フリーズドライ食品の爆弾だ。食材を凍らせりゃ中の水分は氷に塗る、シュボンと水蒸気になって消えちまう。んで、食材はスカスカに乾いて超絶小さく軽くなるっつうわけだ。これまで旋空と作ってきたものを利用してできているのだな。ああ、科学だ。フリーズドライラーメン、お上がりよ。しかしこれ食べられるのか？これ出来たて熱々の分、マヨがさらにうまくなってねえか？